まあ、溶かすみたいな感じですけど。で100円ちょっとでできるんで、これが。あね、安くできてヘルシーですね。はい、どうも、ワンガーデン長井でーす。古井の関でーす。近すぎるよ、近すぎるよ。はい、今日は何ですか？はい、今日はね、あの、低コストで美味しく大根ステーキをちょっと作らせていただきます。大根ステーキ。材料はこちらになります。まあ、こういったスーパーに1本じゃなくて3分の1カットの大根、はいはいね、100円ちょいとかで売ってる大根あるじゃないですか、うん、染み込みにくいんですよね大根って。 そこがねポイントですけどもね、はい、切れ込みがちょっとあるんですよね。あ、シャッシャッシャのシャッシャッシャがありますんで、それポイントですね。そこポイントで丸の大根がもしかしたら伸びるかもしれない。伸びる、まあその辺の切り込みをやって、なんでこっちにしてもら、はい、丸にして丸大根大好き。こちらの大根ステーキをぜひ作らせていただきます。はい、楽しみしてます。しとけ、はい、はい。ではこちらの大根をまず 1.5 センチ幅ぐらいにスライスしていきます。まあざっと薄くすぎてもしょうがないんで、ね、やっぱ 1.5 指の厚さぐらいがいいかなと思いますよ。ね、これってでこっちも押さえてあげると移動しないんでね、ギュッと押さえながらやっていただくとこう、まあ、ちゃんと切れてくれるかな。多少の幅は気にしないでください。こういった感じでね、切っていきますよ。はい。ではまあこんぐらい、まあ均等にできたということで、でこちらの皮をしっかりと剥いていきます。こっちもいいかな。まあこう来てね、皮をね、さーっと剥いていきますよ。この皮をね、やっぱちょっと苦味があるかもしれませんので、今回の大根ステーキは省きます。で割り箸等があればこれで使ってください。ここにまず置いて、ね、全部こう切っちゃうとバンッつってなくなっちゃうじゃないですかね。なのでここで押さえてあげる。で切れ込みはなるべく幅を広くじゃなくて幅を薄くやっていってください。しっかりと細めにね、あんまり幅を開けちゃダメなんで、これは。で、ちょっとこうね、しっかり、お箸のとこまで行けば、切れないんで、ね、切れない。で、ここ、こう縦に切れたじゃないですか。反対にして、でここの縦をちょっと斜めにした。で、切れ込みが多分、ひし形ぐらいになる、台形というかひし形ぐらいになるんで、それを目処にやってください。まあ、そうすることでね、ちょっとね、ちょっと伸びるんですよ。火が入ると柔らかくなるんで、もうちょっと、倍にはならないですけど、もうちょっと伸びると思います。大根の食べ物で何が好きですか？長井さん？長井さん？何かいました？大根。ではこちらで大根ステーキを作っていきます。まずは強火でフライパン熱しますね。多めのごま油ですね。入れてあげてください。少ないとね、そこまで油が大根に回っていかなくて、ごま油の風味が消えていっちゃうので、しっかりと大根を焼いていきます。で、これ水が出るんでね、気をつけてくださいね。パシ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 ってなるんで、しっかりね、表面は焼いていきます。よいしょよいしょ。ね、こうやって。別にそんな早くやらなくてもいいですけどね、ちょっと見せたくなっちゃったんで、このツヤ、ごま油のツヤとね、見せて水と油なんでね、弾くので、この下にやるときは新聞紙とか引いてやるとここに油が跳ねなくなるのでね、結構跳ねますからね。でほら、切った感じでいくと、もうこういった感じでブニュンってなるんですよ ね。しっかりと焼き入れしていきますからね、焼きますからね。ちょっと縦を使っちゃおうかな。表面がね、焼けたらね、もう OK なんで、蓋が必要なんでね、鍋蓋用意しといてください。はい。で、ここまでできました。で、ここで、どんどん調味料入れていきますんで、まずはお水を入れます。ちょっと危ないんでね、火をね、弱火にしてから入れましょうね。よいしょ。で、醤油入れます。あた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 。で、次は砂糖を入れます。やっぱ大事ですからね、これね。
で次にニンニク入れますね。で、あとは弱火でちょっと仕上げていきますね。この大根に合うステーキソースですね。でちょっとお酒にも合うし、ご飯にも合う。これで染み込ましていきますよ。で油と水分がねこう混じり合ったらそこまでも跳ねないんで、火は強めにしていきますね。ちょっと上にもかけてあげたりね。液体も少しなくなってきたので、もう少しだけ飛ばさせていただきます。でもう大根というともうこんな感じですね。さっきのもう丸がもう小判型に変形しちゃう。火は入ってるんで、あとはもう食べるだけ、食すだけなので、で最後のポイントがこのバターですね。こちらバターを入れさせて、まあ、あとは溶けるまで待つみたいなね、まあ、溶かすみたいな感じですけど ね。このソースは何だっつったら、ガーリックバターソースみたいな感じですよね。コクが出てこのバターの風味が出るのでね、すごい美味しくなると思います。こちらは火止めて盛り付けしていきますね。本当に低コストで全然美味しくできる大根ステーキの完成になります。じゃあ試食タイム。いや大好きなやつ、バターとニンニク食べてみてください。ちょっと柔らかいので気をつけてください。これ照りがありますね。照りちゃうな。いただきます。お、何、おうまい、大好きなやつだこれだ。こんな短時間でも中までちゃんと、うん、味が入るっていうのはこの切れ込みが ねいっぱいあるから染み込んでる、うん、これね、ほんとシンプルな大根をこんな短時間でできちゃう、うん、美味しくできちゃう。なかなかね、大根意外に味入るまで時間かかるんじゃないですか、こんぐらい熱いとね。そう、本当に安くできてヘルシーですね。お肉食べるより100円ちょっとでできるんで、これがあ、ね、もういっぱい5個ぐらい作れるんで、うん、あれでぜひ作ってほしい。はい、ね、ぜひね、これはね、いいね、いいね、ね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。試して、本当に今すぐスーパー走ってください、うん、ね、本当美味しかった。じゃあ僕らもスーパーへ出してきます、はい、じゃあ行ってきます。